カノヒナコ10月13日隊は、日本の女性ファッションモデル、女優、グラビアモデル、バラエティタレント、ユーチューバー。ホリプロ所属、東京都杉並区出身。現在も東京都在住。美容室のサロンモデルをしていたことをきっかけに、高校2年生の時に出版社から、雑誌モデルに誘われ読者モデルを始め、高校3年生頃まで続けた。2012年11月に、 写真集、晴れの秩ツインテールの表紙に掲載され、放課後ツインテールでモデルを務めた。第37回ホリプロスカウトキャラバン2012のファイナリストに選出され、グランプリは勇キビアオとなるが、ホリプロに所属することとなった。2013年3月、多摩大学目黒高等学校卒業。同年4月、事務所から大学にも行けと言われたこともあって、 大学へ進学。2013年7月13日発売後、週刊ヤングマガジンの村ビアでデビューする。2014年8月、ビビの専属ビューティーミューズになる。2015年6月、ゲームの鉄拳20周年記念応援マネージャーに就任。同年9月、静岡コレクション2015オータム、ウィンターにてランウェイデビュー。2016年7月、 フジテレビ系ドラマ、好きな人がいることで、月9枠発出演。趣味は、美容、ゲーム、中国語、麻雀。特技は、料理、なぞなぞ、ピアノ。好きな男性のタイプは優しい人。好きな食べ物は焼肉。得意な科目は国語。苦手な科目は、英語と体育。書道八段。かつては苦手な食べ物をカレーとしていたが、 2021年の週刊プレイボーイでのインタビューでは、とっくに克服して自分で作ったりもするくらい好きと述べている。尊敬する人は事務所の先輩である小島ルリ子。ニックネームの一つである佐野ひなは小島のニックネーム小ジュリにあやかって付けられたものである。初めて買った CD は東京事変のアルバム教育よく聴いていたアーティストは歌田光。 兄の影響からラッドウィンプス、父の影響から長渕剛。高校時代は、軽音楽部に所属しており、バンドでの担当はピアノ。東京事変の影響から、キーボードが好きだったという。ディズニー好きで、好きなキャラクターはリトルグリーンメン。パレードの時で好きなのは、ミニーマウス。家族構成は、両親と兄の4人家族。ゲスト出演は除く。ありがとうございます。